皆さんこんにちは。こんにちは。公共イメージ部門委員長の瀬田秀樹です。公共イメージ向上委員会委員長の八木沼健一です。はい、今日はですねクラブダイジェスト11月号といたしまして、今月はですねロータークトの皆さんに、クラブダイジェストしていきたいと思います。今日はゲストにですね、地区ロータークト委員会の委員長とそして、地区ロータークトの代表に来ていただいております。はい、皆さんこんばんは。ロータークト委員会委員長を仰せつかっております北条と申します。よろしくお願いいたします。はい、地区ロータークト代表の山谷しおりと申します。よろしくお願いいたします。まずはロータークトがですね、地区内で、低床クラブが何クラブあって今何名ぐらいが活動しているのかというところをお聞かせいただければと思います。はい、現在2770地区にはロータークトクラブが、9クラブあります。人数でいうと75名の、18歳以上の、若い、学生も、おりますし社会人もおりますし、合計で75名活動させていただいております。地区のロータークト委員会として、ロータークトと今どのように関わっているのかというところをお聞かせいただければと思います。はい、本来ですね、ロータークト委員会としての活動なんですけれども、主体は、ロータークトクラブ、地区のロータークトの、役員の方々が、そういうあの年度の計画をしてですね活動されておりますので、まあ、我々委員会としてはその年に4回ある会長幹事会に参加をさせていただいたり、一応そのロータリー側からの意見を述べさせていただいたり、そういった形でお互い切磋琢磨しながら活動をさせていただいております。昨年でいうとそのライラ委員会ともですね、いろいろ打ち合わせをさせていただいたり、とにかくライラっていうのはその若い、学生や社会人など の, そのリーダーシップの研修を行う場ですので、そこに、いかにロータークトが協力できるかということも、活動の一つになっております。はい、ありがとうございます。今先ほどですね、ライラ研修の方参加していただいたということで、実は私もですね昨年、宮古島の方研修の方参加いたしまして、初めて、ロータークトの方々とですね関わる機会がございました。そういった機会ありましたけれども、他、まあ、いろんな皆さんのクラブでですね、提唱していないクラブですとか地域にロータークトがないというクラブも大勢、多数あると思います。そんな方々が、ロータークトと関わっていく方法というのがあれば、委員長の方から教えていただければと思います。実際に私もですね昨年2クラブほどロータークトの宅話に行かせていただいて、まあ、詳しく、まあ、30分の時間の中ではあるんですけれども詳しく話もさせていただきましたし、実際今地区ロータークトの代表のですね山谷さんの方もいろいろな宅話をされているので、その辺なんかも今彼女の方からお話しいただければなと思うんですけれども。はい、そうですね、私もちょっとまだ、低床ロータリークラブだけなんですけど浦和北だけなんですけれども、クラブの例会にお招きいただいてロータークトのことについて託話させていただいたりとか、あとはまあこう地区の皆様が集まる青少年部門セミナーでも託話させていただいたりとかしております。ただもっとこうロータークトのことを知りたいんだけどよくわからないっていうクラブの、さんがもし終わりでしたら招いていただければぜひぜひお話はたくさんさせていただきたいです。山谷さん自身がですねこのロータークトに入会されたきっかけを教えていただけますか。はい、私自身はもともとロータリーもロータークトも全くつながりがなかったんですけれども、私が高校2年生の時浦和西高校というところに通っていたんですが、そこ浦和西高校とあと今の私の提唱の浦和北ロータリークラブのこう合同事業のようなもので、浦和西高校の生徒、3名ほど海外に短期留学させようホームステイさせようっていうプログラムが浦和北ロータリークラブのこう独自のプログラムとしてありましたと。でそこにロータリー全く関係ない私が、海外に行きたいと応募して、そこで初めてロータリーとのつながりができたっていうのがきっかけです。でそれが高校に2
年生の時だったんですが、高校3年生で大学受験終わって春から大学生というタイミングで、ずっとこう何か社会奉仕をやってみたいなと個人的に思っていたんですが、ちょうどその時にその、つながりができたロータリアンの浦和北の方から、ローターアクトっていうものがあるんだけど興味ないっていうふうにお声掛けいただきました。ローターアクトはこういろんなボランティアができるっていうふうにお話があったので、あ、じゃあぜひそっち入ってみたいなと思って、入会を決めたという次第です。はい、ありがとうございました。それではですね、浦和北ロータリークラブさんが提唱するローターアクトクラブ、こちらにですね入ってよかったことっていうのを教えていただけますか。今こそ私はこうやって地区代表をしてこうやってカメラの前でもお話しさせていただいてるんですが、元あたりはすごく引っ込み思案な人間で、人前に立つだとかディスカッションで発言するとかも全然できない、とにかくこうなんですかね、控えめな人間でした。入って2ヶ月後にたまたまですね、誰もやる人がいないからとクラブ幹事やってみないかというふうに打診を受けて、でまあいいかと思って引き受けたら、そこからクラブ幹事地区幹事というふうにやらせていただいて、で人前に立つ機会も増えて、もう必然的にこうやって話すことも臆することなくできるようになって、自分をこう表現できたりとか、それを機にいろんな方に山屋さんってしていただけて、お知り合いも増えたりとか、そんなところが、私の個人的なところなんですが、入ってよかったかなと思うポイントですね。今まで印象に残った奉仕活動教えていただけますか。はい、一番印象に残っているのが、マダガスカルという国のローターアクターとコラボして企画を行ったっていうのが一番楽しかった、ものになります。それがですね、地区の年次大会、ローターアクトの年次大会の企画の一つとして、何か国際奉仕系のプロジェクトをやりたいと、でそのリーダーを山屋さんやってほしいというふうに、仰せつかって、でそれで私がやりたい国際奉仕の企画を考えた時に、まあ、完全に私が個人的に興味あったマダガスカルという国ですねが、まあ、なかなかのこう発展途上国でして、で、まあ、経済的な話だったり環境の話だったりとかが結構勉強になる国だなと前から興味を持っていたんですが、そこの国と何かやりたいなと思った時にローターアクトってあるのかなと、考えたのがきっかけでした。で、試しにですね SNS で、マダガスカルのローターアクトを検索してみたらなんと出てきたので、そこで私が英語でダイレクトメッセージを送って、日本のローターアクターのしおりだよっていうふうに送ったら、あ、君もアクターなんだと、ですぐにつながって、でそれから意気投合して打ち合わせを重ねて、で当日は、マダガスカルが発信したいと思っている環境問題についてを、まあ、楽しいクイズ形式とかにしてオンラインで、日本のアクターたちに発信するっていう企画を当日できたっていうのが、企画の流れ一連ですね。はい、そのマダガスカルとの国際奉仕事業なんですけど、そこで山屋さんが得たものっていうのは何でしょうか。そうですね、得たものは、まあ、2つ大きくあるかなと思っていて、まず1つはその海外の方と一緒に企画を作っていくっていう時に、なかなかこうこっちの要望もあれば現地の人からする難しさっていうのがあって、ちょっとまあ地域情勢的な話だったり、こう同じ国の中でもこう距離があってそのテーマだとできないみたいな話があって、もうかなりすり合わせを重ねていって、で最終的にこう向こうが発信したいものと、まあ、こちらの要望にも合致するものっていうのを、にたどり着けたっていう、その過程が、海外とコラボする上での難しさであり楽しい点かなと思っていますっていうのが一つで、もう一つはその、まあ、つながったのが、つながりやすさっていう点がロータアクトすごいなというふうに思っていて、本来であればマダガスカルの人なんてつながりようがないと思うんですね、一般的には。ただ SNS で見つけて、私もローターアクターなんだっていうだけで、あ、君もなんだ、僕もだよって言ってつながれたっていうのが、まあ、ロータリーを基盤として国際的に展開しているローターアクトだからこそできる、これってローターアクトの良さだなって思ったのが結構大きかったっていう感じですね。はい、それではですね、2019年規定審議会にいまして、国際ロータリーにロータアクトクラブの加盟クラブに含まれるということになりましたけれども、まあ、これについてですね、今後のお考えについて、北条委員長の方からお話しいただけますでしょうか。
はい、国際審議会の方で、まあ、その国際ロータリーへのロータアクトが仲間入りをしたというようなことになってはいるんですけれども、まあ、変わったことといえば、その人頭分担金が発生するとか、あとは年齢制限が撤廃されたということはあるんですが、原点に帰っていただくとですね、まあ、やっぱりロータリークラブの方としては、やっぱりその資金面での、その今までは援助していた、それがまあ国際ロータリーに加入をしたので、そういうことがなくなるのかもしれないんですが、ただロータアクトクラブというのは、やっぱり若者、奉仕に興味がある若者がですね、集ってあらゆるそのクラブでですね、奉仕活動をしていくっていうところが原点になりますので、我々と しましては、やはりそのロータリアンの方々 の、 そのご子息が、まあ、その年齢18歳以上の方がいらっしゃった時に、ぜひですね、一度ロータアクトの活動にですね、足を運んでいただいて、で、あ、こういう活動をやっているんだなっていうようなものを一回ちょっと目で見ていただきたいんですよね。で、ロータアクト自体のことがもしお聞きになりたいようであれば、私の方でそのクラブの宅話にもですね、いつでも行きますので、ぜひ地区の方にお問い合わせいただければ、どんどん私の方もクラブの方に赴いて説明させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、地区代表の山井代表、一言します。はい、そうですね、RI 加盟ができるようになったっていうことで、まあ、結構言われるのは、じゃあアクトとロータアクトとロータリーがなんか対等になったんでしょうみたいな言い方を結構されることもあります。で、まあ、ロータアクトとしてもなんかもっとアクトが自立していけるように頑張ってねみたいなことを言われることもあるんですけれども、実際のところはですね、まあ、その制度の変化によって今年から何か急激に変わるっていうことは、まあ、あまりないかなと思っています。で、いろいろ、まあ、権利をいただけてですね、その、まあ、補助金が使えるようになったとか、ロータリーのセミナーに参加できるようになったとか、それ自体はすごく、まあ、ありがたいことかなと思っているんですが、多分まだそこまでこう、なんていうんですかね、追いついてない現場のアクターも多いと思うんですね。なので、そうですね、まあ、私の考えとしては、こう急激に自立するというよりかは、少しずつその補助金だったりとかを始めて、いろんな権利を受けながら、少しずつ活動も少し、まあ、大規模なものにしていくとか、活発化させるっていうところに、スタップアップしていきたいなと思っております。はい、地区代表の山井さん、ありがとうございました。私もちょっとロータアクトとロータリー案の関係っていうのが少しモヤモヤ感あったんですけど、今の説明でですね、非常にすっきりしました。ありがとうございました。それでは最後にですね、山井代表の方からですね、2770地区74クラブの、ロータリー案に向けてのメッセージ、そして、今年度4月23日日曜日に開催される年次大会の PR を合わせてお願いできればと思います。皆様へのメッセージといたしましては、そうです、先ほど北条院長もおっしゃっていたんですが、まあ、ご子息だったりとか、どなたか若い18歳以上の知り合いがいたら、お声掛けいただきたいというのは私も思っております。その、まあ、私が思っていることといたしまして、お声掛けいただければアクト、まあ、既存会員にとっても、まあ、人が増えて嬉しいというところもありますし、あと結構アクトに入った方で聞くのは、なかなかこう、まあ、休みの日にすることがないとか、何か日常がつまらないとか、何か自己表現できる場が欲しいってなった時に、ロータアクトってすごくいい場で、結構なんか自分が好きになったっていうお話も聞いたりするので、きっとその、まあ、お知り合いの方に入っていただくことで、ロータアクトの楽しい経験を積んでいただいて、なんかこう人生が豊かになればいいんじゃないかなって思っていたりします。で、最後に一つ PR させていただきたいんですが、ロータアクトの年次大会が、来年の4月23日日曜日に予定されております。浦和のですね、コルソホールなので、もうすごくアクセスのいいところ、会場を取っております。今アクターでですね、一生懸命打ち合わせを重ねて、どうにかして、まあ、ロータリアの皆様も、ロータアクト、自治区も他地区もみんなが楽しめるような、わざわざその日曜日に時間使ってでも来たいと思ってもらえるような企画ってことで一生懸命考えておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。
います。いや、山谷代表の大変素晴らしいご挨拶ありがとうございました。なんか非常に分かりやすくてですね、本当に MC が変わりたくなっちゃいましたね。素晴らしかったです。ありがとうございました。また北条院長もですね、ロータリアンとロータアクターの橋渡しということで、本当に長きにわたりまして大変ご尽力されてますんで、まあ、そういった成果がですね、こういった素晴らしい地区代表を生み出したのかなというふうに思います。いかがでしょうか、八木沼院長。はい、それでは本日もですね、非常に有意義な、お話をいただけましたので、ぜひぜひこれをですね、クラブの例会等で流していただいてですね、ロータアクトを我々と一緒に共に活動したいというところで皆さんに思っていただけるようになっていただければと思っております。はい、この放送される頃にはですね、もう地区大会も終わりまして、それぞれ各クラブさんの保守事業が再開する頃だと思います。ぜひホームページですね、クラブの保守事業活動報告をぜひ、掲載していただいて、またクラブ大説にお呼びしたいと思いますので、ぜひ皆さん投稿の方をよろしくお願いいたします。それでは本日ありがとうございました。ありがとうございました。